これ相当すごいよ。うん、やばいね。やっぱりね、こうやってみんなで並べて撮るのがやっぱりいいんだよね、きっとね。はい、道の駅北信州山の内を、後にします。ちょっとね、暑さがやっぱり尋常じゃなくなってきましたね。26度とかなってるので、結構これはね大変だと思います。すごいですね、ここはもうずーっと一直線みたいな感じで、国道292号、もう人為的にドカーンと開通させた道なんでしょうね。今300キロ強ぐらい走っていて、さっきね、道の駅に入る寸前で1枚目の SD カードのメモリーがなくなりました。今はね、これ150度の広角で撮ってるんだけど、これだとね、多分4時間、強ぐらい撮れるんだろうな。で、360だと2時間半ぐらいなので、やっぱりそこら辺は差は歴然ですよね。いろんな効果ができるんだけど、編集によってね、やらないよね、やっぱりね、あんま見てて疲れてるんだけど、結局はね、真正面向いてる映像がもうほとんどで、下手したら9割ぐらいはね、真正面向いてるだけなので、360度で撮ってればよかったのにっていうのに目をつぶってでもね、記録できてたねっていう方が大事なのかなっていう気はしますね。元ブロガーのね、皆さんみたいにチンマウントして、ハンドルマウントしてみたいな2台3台持ちみたいなやる、あれもね、ほんと編集ご苦労様っていう風に思いますね。ほんとね、頭が下がります。今29度ってなってましたので、もうちょっといよいよね、僕ズボンの下にヒートテックのタイツを履いてるんですけど、でもね、お尻の下にね、メッシュのシートカバー引いてるんだけど、そのおかげかね、いつもね、お尻がね、もうどうしちゃったのってぐらいびしょびしょになっちゃうんですけど、そういう感じは全然しないですね。クッション性は全然ないんですけど、もしかしたら良かったのかもしれません。国道292号を延々と走ってるんですけど、もうちょっと退屈でした。初めはね、あんな一直線の道路でしたけど、結局山越え、峠越えみたいな道路になってます。やっぱりね、ちょっとコントロールがままならなくなってるところがあるんですよ。ちょっと疲れが出てるかなってところなんで、今先、逆にね、何にもないだけに無理しないように、進んでいきたいなと思います。録画をね、やめてる間に、新潟県の妙高市というところに入りました。東京から出てきて、埼玉、群馬、長野、新潟っていう感じで、ようやく新潟県ですね。残りは富山、石川って感じかな。なんとなく半分以上来たかなっていう感じがしましたね。今340キロぐらいかな。やっぱ疲れるな。止まれば暑いしね、今走ってる分には本当に快適なんだけど、肩こりとかもうひどいですね。リュック背負ってきてたらマジで死んでたかもしれないな。私はね、オフロードのバイクだったこともあって、バイクに負担かけるよりはね、自分で吸収した方がいいかなと思ってリュック派だったんですけど、じゃあまあ荷物がほとんどないっていうことで、全部後ろのシートバッグに詰めてきましたけれど、腰の痛みもね、結構来てますね。何なんだろうね。運動しないとダメだなって。でも疲れたわ。まだでもな、あと200キロぐらいあるわけだからな。大変だよ。いやもう夏だね、この辺りは。本当に。やっぱり気が向いたので、道の駅荒いっていうところに、ね、行こうかなっていうのを思ってます。前に見えてるのが妙高山かな。ちょっとあっちの雲に隠れてるのもそうかもしれないね。妙高のね、とこにもね、いい温泉があるんだよね。ほんと、シクールもいいんじゃないかな。これが雲。
今ね、新潟県の道の駅新井っていうところについて、ここでね、もうポイントが16ポイント貯まったので、一応ね、条件達成ということでね、あとはまあちょっと夕方の時間までスケジュールを見ながら、ゴールに向かおうかなというふうに思います。で、とりあえずね、初めに行こうかなと思っていた豚汁屋さんをちょっと見に行こうかなと思いますので、混んでたらね、さっとまた目的地を変えて次の場所に行こうかなと思います。しかし暑いな。疲れたわ。くたくただ。国道沿いにあるね、お店なので、時間はね、もう1時半を過ぎてるので、そんなに混んでないかなとは思いつつも、ちょっとわかんないですね。ただまあ、こんなね、暑いのに豚汁食べてる場合かっていう、まあそんな気がしないでもないんですけど、まあ、並ばないようであれば入りましょうかね。これか。営業中って書いてあるね。あ、でも並んでるね、なんとなくだけど。見てこようか。はい、豚汁屋さんね、狙っていたところに来れたので、まあ、よかったというところです。正直ね、豚汁がまずい理由がないわけで、そういう意味ではね、1040円、あれもちろん美味しかったですけど、今豚汁屋さんで食べ終わって1040円ぐらい、まあ豚汁とご飯だけでね、まあ、その値段なんで相当高級豚汁っていう感じですけど、まあ至って普通な感じでしたね。もちろん、ね、美味しかったですけど、豆腐とね、豚肉と玉ねぎしか入っていなくって、どこでこの値段を取れるのかなっていうのがね、ちょっと正直思いましたけど、まあ経験上良かったのかなっていうのが、方面をね、つなぐ日本海側の多分メインルートであって、国道8号まで、ね、来ましたね。もう多分右手 2,3 キロも行けば日本海になってるんだなっていうふうに思います。出たみたいですね。まあ、朝4時半ぐらいに太平洋側にいて、何時間だ10時間か10時間もかけて日本海にやってきました。結構感慨深いね、そう考えると、さっきね、表示で富山まで120キロって出てたのでちょっと萎えましたね。日没が19時なので、そのギリギリに行けばいいかなと思ってたんですけど、今日25日に特別招集されたぐらいなので、なんかイベントをやってるみたいで、ここにね、カソリさん、カソリタカシさんがね、来てるみたいなんですよね。で、カソリさんとはね、学生時代にお会いしたことがあって、でその後会社でもお会いして、あとカムイワッカの湯の滝で会うっていうね、結構変なところで会ったりしてて、もちろん相手はね、覚えてらっしゃらないと思いますけど、僕としてはね、やっぱりオートバイの、神様とは思わないけれど、まあ、オートバイ楽しんでる冒険家ってこういう感じなんだなっていうのがね、まあ、胃の一番に浮かぶ方なんで、まあ、ちょっとその、まあ、トークショーとかもう終わってる可能性も高いんだけど、まあちょっとね、お顔を拝見できたらなっていうふうに思っています。はい、ちょっとね、投げやりな感じになってますけど、今道の駅海テラス名立ちっていうのかな、来ましたね。はい、またね、これすぐ、10キロも行かないうち、まあ、10キロぐらいかどこに、今度は道の駅に乗るっていうのもあるので、一旦ね、そこまではちょっと行ってみて、僕のタイムスケジュールとどれぐらい差があったのかっていうのをね、ちょっと確認したいと思います。この辺りがね、道の駅のうってとこですかね。マリンドリームのうって書いてあるんで、多分この辺でしょう、予定通り行ってる行ってないみたいな話をずっとしてると思うんですけれど、これね、私の方で作った、工程表ですね。結構分刻みで書いてあって、今なんだ、
海テラスじゃねえや道の駅の方まで来ていて3時30分にまあ出るよっていうイメージで、今見ると3時23分なんでちょっとねここで早まったかなっていうところですね。でまあこっから糸魚川に乗ってもいいんだけれど、さっきちらっと言ってた親知らず子知らず、子知らずはないのか、まあなんかそこまで行って、それから朝日というどこだ、なんかインターがあるんだけど、こっからね乗っていこうかなっていうふうに思います。6時から6時半ぐらいの間に、ゴールできるといいのかなっていうようなね、今回の目標感に設定し直しました。まあもうちょっとねギリチョになるかもしれないけど、まあせっかくね来たんだし、まあ天気もいいので、なるべくならね長いこと、明るい時間があるうちは走っていこうかなというふうに思います。海が本当に穏やかでね、こういう日は要は空気が流れないからガスって感じに見えるんだよね。そうするとねカランって晴れてる山なんかでね迎えるね夕方と、この海沿いの夕方ってちょっとねニュアンスが違うかなっていう風な思いがしますね。さっきね糸魚川っていうところを過ぎたので、もうそろそろ富山県なのか、もうすでに富山県なのかちょっとわかんないですけれど、3キロ先が親知らずって書いてあるので、親知らずってところがもしかしたら県境あたりかもしれませんね。もしかしたら、まあ、調べとけって感じですけど、こんなところで渋滞するんだ、これが多いね、この道は全然時間が読めないよね。だから逆に言うと、まあしょうがないか。なんかね後半戦は間が悪くね、トラックの真後ろだったりとかパトカーの真後ろだったりとか、なんかねそんな感じでスピードが出せない感じですね。これか親知らず P、わかんないな、もっと前まで進んでみようか。あ、今ホテル親知らずなんてもうまさにのところがあるんだね。あ、通行止めでした。ちょっとねどこをもってして親知らずの継承地と呼ぶのかがよく分かりませんけれど、先まで歩いていかなきゃいけないのかな。この海岸沿いに道路があるこの感じが親知らずの一番の特徴っぽいですね。さっきブラタモリの撮影もそんな風になっていたので、おそらくそういうことだと思います。はい、ゴールの千里浜までの間の最後の景勝地親知らずというところまでね来れたので、ここからはね高速道路を使ってビュンと向かうことにします。でよろしくお願いします。完全にね勘違いしてましたけど、ここで富山県に入りました。なので親知らずというところは富山県ではなくて新潟県なんですね。あのブラタモリの解説のところにも糸魚川って書いてあったからあれと思ったんだけど、まあそういうことみたいですね。はい、じゃあもうねさすがにギリギリすぎるので、このインターから北陸道の方に入って千里浜の方にね向かおうと思います。ちょっとねどのインターで降りればいいのかよくわからないんだけど、まあもうここはね高速に乗った以上は盲目的にナビに従ってもいいのかなっていうふうには思っています。6時16分に着くことになっていて、まあ、もうちょっと早く着くんじゃないかなっていうふうに勝手に思いますけど、6時過ぎぐらい、今のね夕日の状況を見ている限りでは、まあ、少なくともね、夕焼けが曇って見えないってことはないと思うんですけれど、ただ太陽がね落ちる瞬間が要は海のキワキワに落ちるのが見えるかどうかちょっと微妙ですね。あー腰痛い、手も痛い、全
出る始める感じになりました。このまま行くとまあ6時15分ぐらいに着く感じなので、時間としてはちょうどいいのかなと思いますけど、どっかしらのパーキングエリアで一回ちょっと休憩、アイスでも食べて何かを飲んで、行こうかなというふうに思います。はい、お疲れ様でした。じゃあね、野菜ジュースも飲みましたので、あと最後までね、あと約1時間、6時半に到着する予定で行きましょう。さあ最後はね、無事故無違反で、夕日のゴールというね、感動的な形で終わらせるように撮りたいと思います。最後なんでね、360度カメラに切り替えました。すごい日没が待ってそうな気分だけはするね、今これはすごいよ。結構ね、混んでるかもしれないので、もしかしたらね、受付とかしてる間に沈んでいくかもしれませんけど、まあそれはそれでしょうがないのかなっていうふうに思いますけど、はい。あと、40分ぐらいで着くかなっていうところですね。6時半過ぎに到着予定です。この高速からも外れて、多分バイパスに入っていく感じですね。でもあと日没まで30分じゃねえや。1時間を切っているんだけれど、あと30キロあるっていうね、感じなので、結構ね、ギリだよね、これ。何か一つトラブルはまったら、もうダメポって感じですね。どっちかな、よくわかんない。あのライダーについてきたら行けんのかな。七尾って方に多分行けばね、大丈夫だと思いますけど。ね、ゴールの近くで、まあ、見てる限りでは、ね、バイクを並べて写真を撮ったりとか、まあ、手を振ってね、声援に応えたりするみたいな感じになっているので、今日の水曜日というのが、ね、平日なんですけれど、まあ、25日限定枠で、来てくださいなっていう人もいたぐらいなので、もしかしたらそれなりにお客さんというかライダーがいるかもしれませんし、まあ、全然いないかもしれないし、いやでも長かったな、まだ全然ついてないんだけど、550キロぐらい走ったね、もう。俺の予想だと500、まあでもそうか、予想通りか、大体ね、で、ゴールをしたとしても、その後お宿さんまで行かなきゃいけないので、それがまあ10キロぐらいなのかな。でもまあいずれにせよまだまだ、続くよっていう感じですね。僕がね、最後に来たの20年くらい前かなって気がしますけど、こんなどでかいバイパスが多分なくって、なんか当時 VMAX 2台で来て、友達とね、実はこの BM の前のオーナーもそのいつで、まあ、タダでくれるんだけど、そうでね、 VMAX でね、VV それこそ渚のドライブウェイを走って、また U ターンだーなんつってね、立ちこぎかましてね、エスタエスタってなんか持ち上げた記憶がありますけれど、どんな入り口だったかな、全然覚えてないな。でまあ分かるだろう、行けば。はい、今気温26度ってなってますね。これはね、もう絶好のツーリング日和でしたね今日は。じゃあまたね、ちょっともったいぶって一旦カメラを止めましょう。そろそろね、海岸沿いに出るっていう感じなので、あと10分ぐらいで渚のドライブウェイのあたりに出るんじゃないかなって気がしますね。これはまっすぐ行っちゃっていいのかな。夕日がすごいよね。まあ何度も言いましたけど、僕はもうスーパー晴れ男なんでね、基本的には晴れると思ってましたけれど、はい、海がね、やっぱり本当に穏やかで、すごい、すごいね、むっちゃすごくないか、あれは。ちょっとね、後でカメラの向き変えますけれど、これ相当すごいよ、やばいね。
クリアに夕日が見えるのも珍しいんじゃないかなって気がしますね。ちょっとカメラの位置がめちゃめちゃ悪い。なんか最後の最後に来て撮影方法が雑になってる気がしてなりませんが、立ち構えてるね。すごいわ、すごいよ。うまくね映ってるといいんですけれど、続々とねライダーさんたちがね来てるんですね。まで入ればね、ゴールだっていうことで、カウントできるみたいなので、はい、ついにねやってきましたね。ようやくね着いたんで登録しておきましょう。ゴールって出ましたね距離が76435、送信完了、送信目的今日達成おめでとうございますと言いましたね。はい、無事にね到着しまして、ちょっとねこういう風に切り取ると独り占め感半端ないですね。あと30分もしないで沈むと思いますけれど、綺麗にね海のところに太陽が沈むのか、ちゃんとこうやってオレンジの道がね海の上に出るっていうのはとてもね珍しい雲もないけど、まあなかなかねここまで綺麗になるのはねちょっと難しいんじゃないかなっていう感じですよね。
貝汁のサービスもしてくれてました。ありがたいですね。はい、じゃあ宿に向かってね、これから入りましょう。最後までね、無事故で行くようにね、行きたいと思います。いや、すごい人でしたね。今回はね、無事ちゃんと夕日の時間までにまた間に合ってゴールができたということと、あとはね、ちょっと個人的な話ですけど、香取隆さんに、最後ご挨拶がちゃんとできました。はい、お元気そうで何よりだなというのを思いましたけれど、オートバイでね、いろんなお付き合いっていうのもあるのかなと思いますけれど、まあ、これからね、また違う AI だったりとか、何かやることがあるのかなと思いますけれど、いまいち硬い。一旦お宿に戻ります。もうなんか暗いし全然見えないし、そしてこう寒いし、失敗したよ。早く着かないかな。10キロぐらいで着くと思ったら30キロもあることが判明しまして、早く温泉に入りたい。よいしょ、マジか。